毎度毎度、ベン・メイブリです。クリスタル・パレスの監督、パトリック・ビエラの解任が金曜日に発表されましたが、少しそのタイミングが驚きというか、まあ、3月、このシーズンの終盤に向けて、まあ、代表ウィークの直前にはなるんですけども、このタイミングに解任かというのがちょっと驚きもあった反面、最近の調子では、 ますます口角の心配が高まっているっていう、まあ、状況に陥ってましたね。えー、今年に入ってから、えーまあ、どの公式戦でも1勝も上げることができず、も12試合勝利がなかったんで、まだずっと12、ずっとずっと。 順位が変動することなく12位のままでしたけども、ボトムスリートの勝ち点差がどん,どん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 縮まってて、まあ、3ポイントまで縮まった段階で、えーまあ、結局解任が決まったのですけども、いろいろと賛否があるというか、 クラップの上層部オーナーがどうやら結構泣く泣く解任を決めたというような状況だったので本当はそれはしたくなかったんだけどやむを得ず何かをしないと監督を変えないと本当に降格してしまうかもしれないという心配が大きくなっていたので。 えー、その、まあ、泣く泣く解任の決断に至ったということだそうですが、えー、ヴンサン・コンパニーですね、えー、今、バーニーの監督、まあ、本当にチャンピオンシップの首位を、まあ、独走するバーニーで、本当にすごい仕事をしている元マンチェスターシティの、えー、レジェンドがですね、えー、マンチェスターシティと FA カップと対で対戦する前日の記者会見で、 ビエラ監督のこと結構用語していたんですね。で、確かに、しばらく、勝利から遠ざかっているかもしれないんだけど、いやその期間でどこと対戦しているか見てみろ。スパーズ、チェルシー、マンチェスティー、ユニット、ニューカーストリー、ユニット、マンチェスティーナイティ、モイカーやって、b r i g h イ o n ブレントフォーリー、マチーーがいい、リバプールとも対戦して、マンチェスティーテとも対戦したので、その人っを見ると、なかなか パレスほどのリゾースのクラブを持つクラブだったら、勝てないのがしょうがないだろう。それに対して、これからの、えー、パレスの日程を見ると、まあ、週末のアースナの戦を経て、代表ウィーク終わってから4月からの日程を見ると、レスター、リーズ、サウスハムトン、エバートン、ウルス、ウェスタンフ、もう4月は残留争ってる相手チームばっかりですから、 確かにそこで結果残さなかったらやばいかもしれませんけども可能性としてリバプールマンチェスターシティマンチェストシティマンチェストユナイトニューカスルのような相手との試合よりもこれからの試合の方が普通に考えれば多くの勝ち点を稼げるので問題ないんじゃないかなという見方もあります。で、ワ、まあ、ンソン・コンパニー監督がそのように擁護していったのは結構興味深いというか まあ監督同士で予後、えー、し合うのがちょっとあるかもしれませんけども、実は就任時点で、ビエラ監督のパレス監督就任時点と、コンパニー監督のバーニー監督就任時点での、それぞれのクラブ状況が結構似ていたんですね。で、どちらも1年目で、極めて難しい状況の中で、 かなりいいいい仕事をしていたと思います。何が共通だったかというとどち,らもどちらかというと守備重視の監督が長くいてその監督いなくなった、えー、パレスの場合はロイ・ホジソンバーニーの場合はショーン・ダイジ。でそれと同時に多くの長くいた選手が契約満了でクラブからいなくなることが決まってい いました。で結構ねホジソン時代のパレス第一時代のバンリーがそんなにね補強しなくても大体同じようなメンバーで結構長くやっていたのも共通だったんだけど一気にいなくなるで監督変わったタイミングで実はメンバーがいないそこまでお金もいないもうないんだけどメンバーがいないのでチームを立て直す必要があったでコンパニー監督がすごく この前のフットマンデでも話しましたようにすごくうまくバーニを立て直しているのでそのコンパニーがビエラを見て昨シーズンのビエラがパレスを立て直した姿を見て評価しているのをめちゃくちゃわかります昨シーズンのパレスは本当にうまかったと思います成績はホチソン時代と比べて大して変わらなかったですが本当に 見栄えのある前向き、ちょっと進歩的なチームにはなってて、重心がもうどんどん高くなっていたんですね。もう全く違うチームになってたので、これからが楽しみのパレスというふうに生まれ変わったと言っても過言じゃないと思います。今シーズンそれが続かなかったんで、今の状況に至ったのですけども、まあ、どうやらですね、 えー、クラブ内でちょっと問題視されたのが、えー、ワールドカップ明けの結果だけじゃなくてプレースタイルですね。えーまあ、難しい相手が続きます、えー。ですから、ビエラ監督はもう少し守備重視のサッカーを選んだのですけども、それで本当に。 攻撃の引き出しがほとんど見られない試合が、まあ、結構多かったんですね。ですから、確かに相手が強いという試合が多かったのですけども、攻撃の引き出しなく、基本的に堅い守備に頼って、でそれで0-0、まあゼロゼロまあ、リバァプル戦のように0-0に終わればいいかもしれませんけども、 失点すれば満ちず7 0 0のように、それでまあゼロポイントになります。で、他のプレミアリーグチーム、今のプレミアリーグ、特に今シーズンのプレミアリーグを見ると、下位チーム、中堅のチームが、ビッグクラブと対戦するときでも、やっぱ勝負をする試合が多い。で、その試合で負けることも多いかもしれませんけども、実は下位勢が上位勢に勝つことも多いです。ついこの前、サウサムトンが最下位だったんだけど、 チェルシーに勝ちました。ボーンマスが最下位だったんだけど、リバプールに勝ちました。だから、そういうのを見せないといけない。でどうやらワールドカップ期間中の、えー、キャンプもうまくかなかったみたいで、えー、南ヨーロッパの方でもうちょっと天気のいいところで、えー、練習をする予定だったんだけど、結局天気が悪くて雰囲気、チームの雰囲気がちょっとへこんでたのがあって、そしてチーム内にどうやらこれ、ディアスレチェックの情報によりますと、 えー、チーム内、ちょっと2人が喧嘩をして、でそれで、えー、結局、ボクシングでプレミアリーグが再開すると、その喧嘩していた選手を使わないことをまず決めてたんだけど、け前日になってあ、やっぱり使うってことになったので、選手たちがそれを見たら、ちょっと、うん、監督、何してるんだろうなと思ったのがあったみたいです。で監督とコーチひなんか1人の えー、関係が悪くなったのも今シーズンちょっと影響していたんですね。ショーン・デリーという、まあ、元クリスタル・パレスの選手ですごく、まあ、サポートに愛されていたのですけれども、彼は結構、何、えー、て言うかな、声が大きくて、選手たちにちょっと厳しいというのがあったんで、エバートンに、まあ、ちょっと悲惨な負け方をすると、ものすごく怒りだした。 だけど、ビエラ監督はもうちょっと優しいマ,ンマ,ンマネージメントを重視するタイプなんで、コーチ、まあ、自分よりも下のはずのコーチが勝手に怒り出した姿を見たら、ちょっと避難して結局、えーまあ、クビにすることにしたんですね。それでちょっとクラブ内にも賛否があったみたいですけども、私、いろいろ状況、事情があったのを理解してますけども、とても、 残念に思っているのが昨シーズンのチームにですね中盤が全てを支えていたコナギャラガがいましたクヤテがいてもクヤテ今シーズンいなくなって代わりにドゥクレーという選手を取ったのですけどもあとマッカーサがいまして 昨シーズンね今シーズンずっとケガでいないんですけども、このギャラガがいた中盤ですごく重心が高くなって、プレスもハマっていて、ギャラガの攻撃力もあったし、それプラスチームが全体的に高いので、サイドバックが攻撃に参加できる、ザハに頼りすぎるんじゃなくて、 オリせとかエゼとかみんなが活躍しやすい環境になったんですけどもそのプレスが昨日中盤がなくなっちゃったでそのギャラがの代わりになる選手誰も取れていないので チームが必然的にままた重心が深くなっていますで、ビエラが目指す作家が今のメンバー的にはできないチームになってしまった。で、それを見てすごく残念に思います。ビエラ目指す作家が1年目では見られたんですけども、2年目、今シーズンのメンバーでは実現することができなかったのですごくそこはもったいないなっていうふうに個人的に思ってます。